折り紙で作る藤の花。今回は三角形に切った折り紙で作る方法をご紹介します。まず折り紙を対角線で切ります。これを重ねて真ん中の部分に折り目をつけます。赤で印を入れた部分に糊をつけます。真ん中で印を入れたところで三角形になるように折ります。たくさん糊をつけた方が上になります。ここを折り込んで反対側も中に折り込みます。これで1個の花ができました。これと同じものをもう1個作り、2個をセットにします。1枚の折り紙からこの花が2個できます。次は小さい方の花です。こちらは4つに切ってからさらに三角形に切ります。作り方は同じですが、セットにしないものを2つ残してください。最初の大きめの花と組み合わせて藤の花房を作っていきます。紙テープなど細長い紙を用意して一番先から貼っていきます。先の2つはセットにしていない1個ずつを縦に貼ってください。あとは2個セットで貼っていきます。最後に大きい2つを貼って花房の出来上がりです。上の部分に画用紙で作った葉っぱを貼ります。葉っぱを斜めに少し重ねて貼り合わせたら、最後に真ん中に葉っぱを貼って出来上がりです。紙テープが出ている場合は切り落としてください。小さい花の数を変えることで花房の長さを変えることができます。長四角で作る方法もありますのでご覧ください。